ミカス・ブーレムはアメリカ合衆国の女優、アリゾナ州通村出身、1歳年上の兄がいる。6歳の頃からアリゾナ州の地方劇場で演劇を始め、テレビ CM などに出演していた。その後フランス語学校入学のために家族と共にロサンゼルスへ引っ越した。最初の映画出演は1995年のアニメ映画、 耳をすませばの絹代役の米国版の吹き替えであった。9歳の時、人気 TV ドラマ、タッチドバイアンエンジェルでデビュー。1997年には、喜劇ドラマシリーズ、アリー・マイ・ラブの第1話で少女役を演じる。その後1998年公開のジャック・フロストで、主人公の少年に憧れる、クラスメイト役、 2000年のパトリオットのマーガレット役を演じ注目を集め、それぞれその年のヤングアーティストアワードにノミネートされた。その後もアトランティスの心、ブルークラッシュなどに出演し頭角を表す。2002年から2003年にかけて放送されたテレビドラマドーソンズ・クリークのハーレー役でティーンチョイスアワードのチョイス TV サイドキックにノミネートされた。 その後も、スリープオーバー、スマイル、オーガスタ、ゴーン、ドクターハウス第3シーズンの14話などに出演している。最近では、ゴースト天国からの囁きのゲスト支演や、デビッド・クックのシングル、ライト・オンでミュージックビデオに出演している。映画撮影などの多忙なスケジュールの合間を縫って、家族や友人と過ごす時間を大切にしているという。ありがとうございます。